ヘイ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 ,ヘイビットコインが爆上げしてめちゃくちゃ強いぞということで皆さん、えー、本日は BNB、えーえー、イーサリアムビットコイン見てあとコインの動画はこの後に出しますこれはニュースメインでいきたいと思いますあとコメント読まなきゃいけないんではいということで、えー、やっていきましょうはい、えー、バイナンスコインですけど 二日連チャンで動画出してます。はい。これ、冷やしになりますが、二日前から上げてます。えー、陰線でした。動画上げたとき、確か。違かったかなうん。確かそうだと思う。で、その動画上げた後、陽線になって、陽線になって、二日連チャンで上がってきてます。これ、まだめちゃくちゃおすすめです、皆さん。はい。ということで、まあ、ただ、無理してやらなんでください、えー。お金に余裕があるなら、エントリーしてみてもいいんじゃないでしょうか。って思います。あの、現物買ったりね。 はい爆上げするぞこれバーンってということで、えー、BLB めちゃくちゃタイミングよかったですはいはい続いてビットコインになりますがやったぞみんなここ思いっきり抜けてきた4時間にしましょうはい強いなめっちゃ強い ただ、ここもめっちゃ硬いです。ここ、水平線。はい。ただ、抜いてくるはずです。うん。この辺りからじゃないかな。抜くなら。ね。と思います。この水平線。で、止まる。そして、もう一回試す。下がる。もう一回試す。で、上がるみたいな感じかな。あの、細かい軸時間軸だとね。4時間、まっくり 昨日動画派で話した通り、あの、これ下向きだったんですよ。なので、これフェイクになるよって言ったんですよね。ビットコインもそうだったよね、確か。ほとんどのものが、週足と1時間足がゴールデンクロスしてて、4時間と日足は下向きだったんですよ。俺の記憶でいくと。あの過去の動画見てください、昨日ととおりの動画。もし確かめたいならね。 はいなのでそれ全部フェイクになるよって、うん、言ったんですけど4時間で今日はゴールデンクロスしましたなので1時間4時間冷やしっていう順番で、えー、変わってくると思いますはいということでちょっとビットコイン、えー、大丈夫だねおそらくねいやーここ抜けたなみんなおめでとうほんと分析完璧だったマジでほんと嬉しいわ やってきたか、やったなぁって思って。ねえ、みんな。ということで、まあ、こんなのまぐれなんでね、うん、たまにはこういうこともないと。私もね、顔立たないってことですよ、皆さん。<laughs> はい。ということで、今後もね、応援よろしくお願いします。はい。ということから、えー、これね、どこまで上がる検討をつけてるのかっていうと、赤の、このレベルなんですよ。あ、ここ。まで行くっていうことですね。 まずねまあってい、うん、くと思いますよはいねどこら辺まで上がるかっていうとまあ結構上まで上がりますよって思います私ははいちょっとなんだこの青い線ーマくク星まあいいや、はい、ちょっとまくり消しましょう結構上まで上がるって言ってもまず、うん、この赤の、うん、ところだね えー、フィボナッチでさ、うん、まあ1っていうところなんだけど <laughs>、うん、1ってじゃあどこからあのどこまで取ってるんだっていうとどこだこれえ ?1 下向きで取ってるのかこれなんでこんなことやってるんだろう 違うわ。ちょっとこれ、不要なチなしです。すいません。はい。まあ、とにかく、ここ、硬いんですけど、抜けてくるはずです。はい。下がってっちゃったら、すいませんね。うん、だけど、下がることはないと思います。はい。失礼します。<laughs> 失礼しましたね <laughs>。はい。ということで、ビットコイン上昇継続爆上げということです。はい。 一時イサリアムの日足になりますけどこれもまあ今まで話してきた通りですあの日にちは空いてるんだけど青をつけたら戻ってきて、えー、青、うん、あたりまでつけてないかな青はつけてないけど、まあ、オレンジを抑えられたんだよそして右下に落としながら青を結局つけるとということで、えー、ちょうどねこの上サポートレベルになってるのではい ということからこ,こからはズバーンと上がっていくわけですね、うん、もうちょっと右下に落ちるかなそんなことないと思うけどいくんじゃないかなと思うけどな、うん、まあどちらにしても、うん、時間がかかってもかからなくても目指すと思いますもう一発ここをねはいそして2回目なのでまた1回細かい時間軸では落とされてから上です はい問題ないです、はいえー、今日はあのコインの分析動画連チャーで上げてきたからニュースメインでいきますはいそれではニュースいきましょう XRP、XLM、えー、XDC、シ、えー、h あと BNB の最近やったチャート分析は概要欄にあるので気になる方見ておいてくださいははい、はい三大取引所、えー、ロングショートポジション比率ですけど 3、えー、大取引所では、えー、ローンが51.6ショートが48.4内訳バイナンスローンが50.8ショートが 49.2OKX、えー OK、ローンが51%ショートが 49%DYDX ローンが53.4%ショートが46.6%、はい、このビットコインの上昇が起こる前に。 同じようなさ24時間の三大取引所のロング消灯比率話したけどその時ロング多かったよねそういえばあっていうことを思い出したねだから意外とこれ使えるんじゃないのはいはい次えー、えバイナンスにアノニマスが USDT を送金した1億ドルだぞみんなどうする気だこれ <laughs> アノニマスって言っても匿名って意味だけど <laughs> はい1億ドル 何か買いあさるんだろうこれはって思うけどなはいえ次が、えー、SEC グレースケール、えー、イーサリアム先物 ETF の決定を遅らせる、えー、仮想通貨、えー、インサイトプラットフォーム丸、えー、〇,〇は米国証券取引にか SEC グレースケールのイーサリアムの先物 ETF 承認決定を延期、うん、それはなぜかと最終的になんか一斉にやるみたい うん、ってててて書いてあるこの日をとても楽ししみにしてますって <laughs> やばいだろうなんかその日その日っていうかレンチャンで入ってるからさおそらくどうだろうねレンチャンで来るのかね予定日あど通りさ1日グレースケール入ってるからね、うん、けど裁判どうすんだよって話だよねその前に <laughs> 確か裁判やってるでしょはいそしてあのーえー、5日から13日だっけ、うん、で並んでるからさ ははいいいそこに被っっててくるのかなーって思います、はい、次、えー、ブルームバーグアナリストのジェームズ・セーファー氏は、a え二2 1シェアズの BTC スポット ETF 申請 S1、えー、修正が更新されたツイート、えー、ブルームバーグ ETF アナリスト、エリック・バルチェダス氏は、ETF はキャッシュ・クリエイツに変更された。 実際、アークと21シェアーズは現金決済方法を望んでいなかったため、別の方法を探していました。これらの企業は SEC に降伏し、議論は終わったといい、ブラックロックがおそらく月になるだろうと付け加えましたということで、なんかあの、まあ、修正の、ね、最終手続きが終わったというふうに他の記事で書いてありました。はい、でブラックロッククロも最終の えー、スポットビットコイン ETF の,の申請とか書類の更新が終わったって、うん、いうのも読みましたねなのであとは待つだけっていう形になりますあのアークにアークとあのブラックロックは、うん、そう書いてあったんで他のとこはどうかなって感じですけどはいそしてえー、承認の期日の動画、えー、概要欄の2番目に貼っときますね 見たい方見てください何日やるか1日からもう入ってるんではいはい次、えー、ビットコイン初のスポット ETF が公募されたということで広告が流れてるみたいですビットコインスポット ETF <laughs> はい、えー、どんな広告か動画用意したんでちょっと見ていきましょうかはい、えー、ビットコイン ETF の CM 見てもらう前にちょっと説明しますね英語なので、はいえー、15秒の広告メッセージは非常に短いです シーン、テーブルが3人が何飲んでいる真ん中の中年紳士が全てを語る最近何か面白いか知ってるビットコインビットワイズを探せトモヨ15秒の短い CM ですがこんな広告は見たことがないと思いますビットコインスポット ETF がもはや問題ではないかどうかという問題は当然のことです いつ残っている唯一のビットコインスポット ETF が承認されましたこの広告とともにまだ作成されてないブラックロックの CM も出てくるって言ってるんですよ皆さん <laughs> なのでブラックロックの CM が出てきた時はビットコイン影響受けるぞと思ってます俺はねはい、えー、ビットアイズが最後に入ってきたということで、えー、世界の資産運用会社のランキング では、ブラックロックが1にランクインされています。ナンバー2はビットコインに興味がありません。ナンバー2はなんだえバンガードだね。うんはいえー、ビットワイズは結構下だ、うん。ビットワイズ。まあいいや。うん、下っていうことではい。えー、1、2、3、4、5、6、あ、いいやあの。概要欄にリンクあるので、それ見てください。<laughs> はい、では、CM 見てもらいましょう。 ビットコイン。ということで渋い渋すぎるだろこれは <laughs> はい以上です、はい。ブラックロックの、ね、スポットあの修正のやつありました記事、はい。ブラックロックビットコインスポット ATF、えー、申請の最終修正、うん、提出しましたということで話した通りです。 先週、米国、米政府保険取引委員会 SEC とハイレベルな会合を開催したブラックロックは、3月18日、現地時間にビットコイン、スポット上場投資信託 ETF 申請の修正案を SEC に提出した。3月18日、これ日にちはおかしいだろ多分うん、ブラックロックが SEC に提出する4番目の修正案です。ブラックロックの提出書類は、 修正は先週 SEC とハイレベルな協議を反映していますブラックロックのビットコインスポット ETFiSharesBitcointrust は既存のティッカー i b t c を IBIT に置き換え ETF のローンチに現金決済構造を含めましたブラックロックが提案した修正書の修正案は ETF の発行と償還はリンク資産の現金ベースの購入と説明されています 先週、ブラックロックは SEC と上級幹部と4回目の協議を開催した。SEC が2月18日に発表した会議の公式メモによると、SEC 会長室のゲイリー・ゲンスラーは、ブラックロックとの幹部と会議を開き、ほら、皆さん、私が前に説明したでしょ。あのグレイスケールがね、いらんことやりやがったって、動画言ったとき、あ、コインベースか。ね、幹部と協議してるのよ、うん。みんな、みんなで。 はいえー、ブラックロックのビットコインスポット ETF のナスダックへの上場と ETF の現金決済構造について話し合った、えー場内えー場、市場内外の人々はブラックロックのビットコインスポット ETF が来年1月に承認されると確信しており、えー、ブラックロックの申請に対する4番目の修正が最後の修正です。最後ですはい ブラックロックの申請に対する4番目の特にブラックロックのビットコインスポット ETF は米国で最初のビットコインスポット ETF になると予想されていました世界最大の資産用会社の称号を持つブラックロックはビットコインスポット ETF の承認への扉を象徴的に開きます実際ブラックロックは米国で承認された最初のビットコインスポット ETF になるというヒントがありますはいということでただあの私のスケジュールの皆さんに話しているスケジュールでは1日に あの違うう会社入ってててままますす、はい、リンク2番目に置いいいおききね、はい、それ見てください、はい、最後のニュースいきましょうイーサリアムマニアを見逃した方も低キャップディファイ単次であるインジェクティブアービトラムプーリックスは今からでも遅くありませんということでイーサリアムとディファイ銘柄になりますがイーサリアムに投資するのは遅すぎるかということで遅すぎっていうことはないです。 はい、なぜなら、イーサリアム、スポット ETF ももうすぐですよ。と、うん、いうことで、遅くないです。はい、それ過ぎたら、うん、ちょっとタイミング逃したかなって思いますよね、やっぱり。なので、今だったら遅くないでしょう。って思います。それと、えー、このインジェクティブ、うん、ディファイメガラアービトラム、ARB、うんえー、PLX、うん、っていうのも、なんかいいみたいですね。 はい、どういうツールちょっとわかんないけどさ、はい。ということで、まあ、他のディファイでもいいじゃないですか、ね。この3つ以外でも見てみてさ、買うっていうのも。はいあの余裕があればね。はいということで、ZoomX っていう取引所のリンク貼っときましょう。はいあのよかったら使ってください。あの電話番号だけであの使えるようになるなりますから、登録だけで。 あの特典もなんかついいてると思います、はい、ただあまり自分こういうアフィリエイトのリンクめったに貼らないんであの皆さん自分でちょっと確認してみてください説明はしないんで良ければ使ってくださいはいそれではコメント紹介やっていきましょう、えー、動画ね3もあるから、はい、お使いください <laughs> はいえ黄、ー、色さんどんだけ寒い環境で動画撮ってるんだってことで、ね、まあ皆さんも寒い中あのあのやってるじゃないですか はい同じですよはいどうもありがとうございますはいこの方あの海外なのかなちょっと感動なんだけど海外から来るとはい、えー、魅力的な洞察現在の暗号通貨情勢、えー、内訳は明確で利益ですあ有益です <laughs> 複雑なトピックを説明するのは素晴らしい仕事ですありがとうございますサンキュー、はい え英語の設定したから見,見てくれてるのかなもしかしたら嬉しいなはい一郎九人さんこれからの上昇を作るための調整は歓迎です先ほどポジションがロング優勢になっていますねそうだったよね、うん、やはり ETF 承認を織り込み始めているからでしょうかあとかなり少額ですけど幅広く草恋を持っていますのでアルトコインシーズン到来も楽しみだと、はい、今回もありがとうございましたということでありがとう はい、ああそうだと思いますよ。やっぱ ETF があるからじゃないかなとは思うけどね。はい。えー、どうさん、えー、005。えー、シー,バーは、コインチェックの取り扱い始めたんじゃなかったっすかね。長文ニュースを最後まで全部読まない。結城先生のざっくり感がせきすぎる。<laughs> ってことで。本 <laughs> 当<んと> <laughs> うん。あの、あんまり長いの読むとさ、嫌になっちゃうでしょ、皆さんも。ね。 はい俺もあのざっくり説明できた方がなんか自分の言葉で説明できてるからさそっちの方がいいんだよね本当うん、はいえー、35831、えー、丁前の芝のバーンされたからじゃないですかあそういうことかあバーンされたんだそれで上がったんだはいありがとうございますはい k ん2ということではいえー、8だからちょっと少ないのかな1 2 3 4 そうだね、少ないあの除外されてる方は申し訳ないんだけどあのまたあの掘り起こすっていうかあの表示できるようにし,あのしとくんでそしたらあのまた読み,読みますねその時にだからちょっと待っててくださいはい 2>,、はい、2本目いきましょう、はい、2 6 9二六九さんゆき兄貴アバランチ系のミームコインの c o q は今から上がります、ね、マジっすか c o 9 z メックス取り扱いあるかなうん。ちょっと見てみます。ありがとうございます。はい。計算2位ということではい。どうも、皆さんいつもありがとう。3本目いきましょう。はい。3本目いきましょう。はい。ええー、へ。おぉ。えー、E さん当てましたね。すごいって。<laughs> ありがとう。<laughs> まぐれですよ。<laughs> ね、はい。えー、18733。 他の YouTuber の分析の中でも一番攻めた内容でなおかつとても正確な分析をされていますみんな聞いたちょっとめっちゃ褒められてる私はこの2年間程度このチャンネルをただ拝見してるだけでしたがこのチャンネル登録させていただきましたあ,ありがとうございますはい、えー、これからも頑張ってください応援しますはい頑張るぜ <laughs> い嬉しいなちょっと はい。えー、2884さん。いつも丁寧な配信ありがとうございます。今回の調整に対して骨太な分析をしているのは、ここだけだと思います。マジか。情報が早いので頼りになります。えー、芝コイン購入したらいきなり爆上がりびっくりしました。やったじゃないですか。これからもう一発でいきますよ。はい。えー。 このまま2025年まで塩漬けしておきます。はい。いい作戦だと思いますよ。はい。ありがとうございます。えー、狂犬さん。はい。あら、アッサーのこと話題に上げてくれるかと期待してたのに。<laughs> そんな約束した本当今、わ、まあ、かりました。あの、次の動画でじゃ取り上げます。はい。狂犬さんありがとう。はい。X さん、769、7679さん。HD3C5A だ。 <laughs> ABC か、うん、?HD345。はい。ウルフ波動完成から爆上げ。ダブル。アルザース。エイト。エイダのロング。えー、完了です。オナシャース。エイダ様。ってことで <laughs>。やりましたね。はい。えー、769。えー、X さんね。はい。よかったよかった。はい。ペペはまだ、えー、吹き上げると思ってます。ということで、ゆうひさん。はい。 ペペね、うん、そうだね、上がると思うよ、俺も。うん。はい。K36 ということで、はい。皆さんいつもありがとうございます。いやー、よかったよかった。この動画を上げて。はい。皆さん今後も見てください。はい。ということで、今日の動画以上になりますけど、あの、そういえばね、今日、ネットの中にビットコインスポット ETF が、あのー、1個目がね、承認されたとかいうニュースが出回ってたんだけど、なんか、本当かよと思ってさ、だって <laughs>、 期日決まってんのにそんなわけねえだろうと思ってさ、うん、だけどそう発信してるまあアカウントがあってね、うん、調べたんだけどやっぱ違かったね。<laughs> はい、あとあのー、日銀の金融政策決定会合があったんだ今日で、まあ、チャートはあの分析はしなかったんだけどさ話だけだったんだけどまあもしかしたらねあのー 金利のあ,あれあるかなみたいな感じの話して、日経が下がってドル円下がって、だけどアメリカ株はあの逆相関してるから珍しくね、本当もあれなあの症状っていうかあのが見られるんだけど。 だから、まあビットコイン大丈夫かなみたいな。アメリカ株は大丈夫。日経下がっても、まあ、そこつけば、あの、でかくリバウンドしてくるとか話したんだけどさ、うん、その予想が、まるっきり、あの、違う分析になりましたね。分析結果になりました。はい。ということで、日経爆上げしてます、今。<laughs> はい。ということで、まあ、そういうことで、まあ、当たってもね、たまたまだということですよ。はい。まあ、あのチャート分析じゃなかったからね、うん、ファンダメンタルの分析は、まあ、難しいね。日銀がどう動くのかとかさ、 はいということから、えー、本日もありがとうございました、えー、グッドボタンチャンネル登録してもらって概要欄ぜひ見てってくださいはい失礼します